あとさ、なんか結構まあ昔からそうだけど、このスキンヘッドでチンチン出してて角が生えてる人たちはなんか あるんですかね。なんかその例えばこうなんか常連キャラみたいなのがいる。常連キャラいるよね。ああ、やっぱそうなの。なんかなんかね、結構そのまあ、俺も結構なんか元々のなんか作りたい、作るなんか理由の大きい一つとしては、単純に作るのがめっちゃ好きっていうのがあって、それはなんかこう書いたり作ったり平書きしたり、そういうのが好きなんだけど、なんかそれのなんだろうな、モチーフで音がちょっとでかいモチーフに人間を使うことがめっちゃ多いんだけど、まあ、そのなんか人間を使っ描いてるのはなんか単純に言って楽しかったっていうのがまず第一にでかいんだけど、なんかなんでこんな楽しいんだろうとか、なんでこんな普通に使って何も違和感なくやってるんだろうとか、でそういうことは考えてたんだけど、それのまあ、一つの答えとしては、なんかこう人間が人間を見てこう共感したり違和感を感じたりするのってすごい自然なことで、人間の姿、なんか例えば漫画とか映画とかって絶対と言うほど人間が使われてるじゃん、でそれに対してなんで人間が表現媒体になってるんですかみたいなことってあんま聞かないじゃん、気にならないし、それって多分自然になんか人間が人間に興味を持って、それをこう表現に使うことってすごい自然なことだからだと思って、なんかそういう感覚に近いのかもって思って、だから多分自分にとって違和感が単純に全くないから、とにかくモチーフとして使えてるっていう状態なんだけど、で落書きしてる中で角とか羽とか多いんだけど、それはね本当にね最初はもっとなんかすごいバカっぽい感じで、なんか単純に好きだからとか、なんかあってほしいとか、なんか羽とか角とかあったらよくねみたいなとかっていう子供っぽいなんか感覚なんだけど、まあ、それで描いてるうちになんかこうまあなんて言うんだろうね、板についてきたっていうか、難しいけどなんかなんかこう俺は結構書いたりいっぱい書いたりとかいっぱいなんかなぜか出てくるとか、そういうのがあって逆算的になんでこういうの好きなんだろうみたいな感じが多くて、とかなんか逆にそのいっぱいあるからそっから考え出すみたいなことが多くて、それで言うとなんかなんだろうね、角あるとなんか人間じゃなくなるみたいなところもあるか、なんか羽とか生えてるのも、実際生えてないじゃん、生えてないしないものだから、そういう憧れみたいな部分もあるし、ただの人間を描いてるだけじゃない感覚にもなるみたいな、で、まあ、スキンヘッドなのはね、なんだろう、なんか髪の毛ってすごい悪い意味とかじゃなくてなんか俗っぽい感かな、なんかこうその髪型によってこうさ、なんか国とか時代性とか人種とかってなんかこう決めやすい、なんか部分だと思うんだけど、なんかスキンにしちゃうともうなんかただの人間の形って感じになるから、ニュートラルな方がいい。そうなんかそういう感覚は結構強いかもしれない。でもなんかずっと描いてるうちにこうそうなんだよね。ずっと描いてるうちにいろいろこう淘汰されたり変わったりしてきてるから、それで言うと髪の毛はなんか自然と消えていったわ。こんな感じかな。あとこの平面にするときとなんか立体にするときの。